取れたてのグリーンピースグリーンピースのアミノ酸、スコアグリーンピースは、豆科の野菜、遠道の未熟の種子を食用としたものである。青実用遠道。また、青遠道、慈遠道とも称する。野菜として市場に出回っている実遠道は、青実用として食する目的で特に品種改良されたものである。日本では、薄い遠道という品種がその代表である。 これは、明治時代に、アメリカ合衆国から輸入された種子が、ビキノシ市スイ地区に導入され、そこで改良された実用エンドウである。春は、晩春から初夏。生豆として出荷されるものもあるが、ほとんどは、缶詰と冷凍品に加工される。緑豆とは別の植物である。肉料理の付け合わせやスープ、豆ご飯などに利用される。緑色の色彩が鮮やかなため、 カレーライス、チキンライス、カツ丼、シューマイなどの彩りに用いられるが、独特の青臭さがあるため特に子供には嫌われる、野菜の筆頭閣である。しかし野菜としての栄養価は高い方である。青エンドウの熟したものを収穫し、それを甘く煮詰めたものは、ウグイス豆と呼ばれる。茹でた後に潰してあんにしたものは、ウグイスあンと呼ばれる。煮たものをそのままで食べるほか、 和菓子の材料を落としたり、パンや蒸しパンに入れたりすることがある。h t t p w w w n a l l u s d a g o v f n i c f o d c o m p s a ュタンパク質、アミノ酸の必要量風、fao, unu 合同専門協議会報告、日本アミノ酸学会簡約。 未早く出版、2009年5月。ISBN 978から42億6370万5681、法薬、元プロテインアミノアシュトリクワイアメンツイン、ヒューマン・ヌートリション、レポート・オブ・エイジョイント・フー・ FAO ・ UNU エキスパート・コンサルテーション、2007、春の南河内、大阪府、2020年5月19日閲覧、 デジタル大事宣の解説、コトバンク、2018年3月4日へずらん、ありがとうございます。